あとはなんかこう、忍笛に対してなんかこう思うことってあります。例えば忍笛の方からすると、尺八に対してはなんかこう、あるじゃないですか、思うとこ、なんか。尺八って、まあ、こういうのがいいよなとか。そうですね、やっぱ一番は、私的には調律がしっかりしてるってところですかね。忍笛出すとどうしても多少大管とかの音に関しては、多少上がりすぎてたりとか、逆に下がりすぎてたりとか、そういう部分があるんですけど、尺八に関してはすごくピッチがすごく安定してるなっていう印象があるので、ピッチ安定してるんですか？安定してると思いますね、忍笛に比べたら。なんか内径結構ちょっと、まあ、尺八屋さんによって違いますけど、けど大体今は調律されてますね。その辺がすごく忍笛と違うところなのかなと思ったりします。尺八って中に地って言ってトノコとタケノコの粉を塗ってまして鳴らしてあるんですよ、はい、そこで内径を調節してるから、うん、だいたい出るんですよ。しのべって多分肉が薄いから、入れないですよね、中に、材質だけを削ってますよね。あ、そうですね。だからその幅が難しいんじゃないですか、その加工幅が。なるほど。ありますか、忍笛から目線的に。俺、ね、そうだなぁ、それどう？それでどういう質問？だから今のこのさっきの質問の延長文っていうか、忍笛の立場から、あれ、寝てました？尺八に対して思うことって何かありますかって話ですか？そうだ、今一年振られてあんま考えてなかったよ。やっぱあれ一緒かな、よく先客なんか甘い、まあせんべい食べてますけど、しょっぱい甘いもの食べた笑っちゃったな、甘いもの食べた後意外に吹いちゃったりする時もあるのね。あ、まだありますね。ありますね。でそのなんかこうなんか食べた後まあ我々その操作は少ないと歯磨きよ、あとで演奏してきたら必ず歯磨きとか素晴らしいしていくようにしてるんですけど、なんかこう甘いもの食べたと吹くと中がダメになってしまうとかありますかね？あんまないですね。あんまそう気にしないでしょうか。いや、ある人は脂っこいものを食べると喉が潤うっていう人がいましたね。逆に、うん、枯れてるとね、乾くと良くないですか、ね、そうですね。逆にそうか。うん。人によって違うんだ。いや、わかんないですけど。ちなみに甘いもの吹いた後、音って出やすいですか？甘いもの吹いた後。食べた後。出やすいですね。ね。本当に？あんま変わんないです。あんま変わんないです。逆にあります、尺八奏者から見て、忍笛のに関して絶対的ボリュームがかなわないですね。え、そうですか。あれ不評って聞くときあるじゃないですか、高い音、そう、あれはかなわないですね。なんて言うんでしたっけ、ひしぎだっけ。あ、そうですね、脳幹で、そう、あの脳幹か、忍笛じゃないのか、あれ、あの系の音を出すと、無理。あ、だってあれもう耳によくないしね、あれね。あ、耳によくない。ね、脳幹でひしぎとかやると自分の耳が一瞬その聞こえにくくなる、うん。超音波ですね。攻撃されてる感じがしますね。合奏で一緒に吹いたことがあるんですけど、あそこかなわないなと。最高音のあれは。うちらの曲にも。うちの曲はそのひしぎって言わないで、うん、まあ接客のね脳幹担当でやるから、我々はピヒョイって言うんでね。そう、一応その話の中で一応このひしぎをその誤解やってくれって言わないで、うん、ピヒョイピヒョイピヒョイっていうのを誤解って言うんでな。そうすると分かるな、ピヒョイって。どう、出してる時結構きつい。そうですね、
なんかでも慣れましたね。慣れた。最初はそれやってると、あの、聞こえにくくなってたんですけど。なんかクラクラした時やってるよ、俺なんかね。ああ、はいはいはい。あれはきついよね、あれ。あ、できないね、俺は。農家時代、まあ練習したけども、まあ、あんまちょっと難しいかな、俺は。うん。どうですか？いや、私もなかなか農家は吹けないですよね、うん、本当にあの、いや、アンブシャーが強くないと、どうしてもああいうふうに音が、あの、高い、高音域出すのは難しいんですか、うん、関谷さんよく出されてるから、すごいなと思います、ね。ピヒョエピヒョエ。ピヒョエね。うん、高橋さんも。いやいやいや、で、アンブシャー硬いですからね、作られた時。私は硬い方だと思います。自分は結構硬いなと思ってますけど、ね。あ、いやいや、その高音するとき、ピヒョエをやるときは硬くするんですか？え、私は、そうですね、あの、ひしぎを出すときは結構、あの、硬く、一点集中させる息を出すような感じなんで、結構硬くなってしまいます、ね。どうですか、うん、どうですか、あんまり意識してないですね。でもなんか関谷さんは柔らかい状態でもなんか普通に出してる感じ、イメージありますよね。そんなに肩こわばって、あの、ひしぎ出してるイメージはなんかないですけど。あ、そんな感じしますね。もうそのあれなんですよね、練習の時とか、まあ、その時の状態によって、そのか練習とか時だと、まあ、軽く吹いて出す感じなんですけど、まあ、本番とかの時もなんですかね、その、まあ、音を出すっていうのとプラスこうなんですかね、こう気持ち入れるみたいなのがあるんで、その時はもしかしたらこう結構硬いかもしれないです。なるほど。確かに力みすぎるとやっぱりなかなかちょっと空回りしちゃいますからね、本当気をつけたいなと思ってるんですけども、どうしてもなんか社会でもそういった部分ありますか、やっぱり無駄な力は結構演奏にロスになったりされるんでしょうかね。力は極力抜くように抜くように、ね、あ、理想がですよね、ただちょっと間違えたりするとやばっとなってこわばると、うん、悪循環が起きますよね、演奏中にね。それはやっぱり出にくくなるってことですか？出にくくなりますね。緊張する。緊張する。で、どうなんですかね、あの、笛は、まあ、なんとか、あの、こう、あ、笛はって、あの、忍笛は、こう、緊張したり、こう、あの、あれしても、なんとかして音出せるじゃないですか。ええー、まあ、なんとなく、ね、なんとか。で、その幅は、まあ、結構あると思うんですけど、その、尺八ってどうなんですか、もう出ないと完全にオンオフの切り替わりが早いんですかね、それともやっぱりこう、あの、余裕はあるんですか。まあ、それは熟練度に応じてもらうと、ただし、その熟練度の一つで、メルって言います？メル。ああ、メル。メルカリ。で、そう、メルカリ。そうですね。メルカリ。メリとカリですけどね。メリカリ。こうやって。メリとカリ。この一番下の押さえ方って、3通りあって押さえ方が、一番下。これの押さえ方だと。で、この前提からもう一個ちょっと離した、この音ってすごい出しにくい音なんですよ。で、私指でやっちゃってますけど、本来は、で、顔をこうやって目を引っ張るんですよ。で、緊張してると、こうやって、めったまま、次のメリ読んで、もっとめっちゃ、ああ、なるほど。こうなっちゃう人がいるんですよ。ずっとメリ、めって、め、戻さない人が、ああ。っていう、そういうので悪循環はありますよね。それで地面に頭ついちゃったって人いる？あります、あります。これはついてます。お前だって。あの時はちょっとね。ついちゃった。相当めっちゃ、めっていうなら、あ、メリっていうのは話がけど、あ、すいません。ここで一旦ちょっと。なるほどね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。おじぎ。